出まして出まして盆の窪っていう一番こう膨らんでるところですね。一番膨らんでるところなんだけど、ウィッグの場合ないんで、地上部、万年でいう地上部の少し下ぐらいですね。そこに気持ち、ハの字で呼吸を吸います。気持ち、ハの字、気持ち、ハの字で、これは後からカットします。ここが俗に言う2ブロックで止めてる位置、そうそう、終わってから切るところ、男子で言えば先に刈り上げるところ、うん、この位置で、この上から切っていくんですけど、さっき言ったここの前下がり、この前下がりの角度に合わせてブロッキングを取っていきます。で、何段っていうよりも、どうかな、指1本から 1.5 本ぐらいずつこう上がっていくという感じで、で、真ん中で分かれるんですね。で、ここの正面、これバックじゃないですか。ここの面とここの面で盤で来たじゃないですか。じゃなくて、もうさっき言った頭の丸みなんで、頭の丸みっていうと、これってここら辺じゃないですか。頭の丸みで言うと、これここでですね、ここ正面。したらこのままこのブロッキングのこの角度のまま下ろしてきて、くってくびれる場所を狙ってカットします。左右合わせるためにこっち、この場所、この場所で。左右長さを確認します。で、ここに合わせて、カットしていくんですけど、同じ場所になって少し上げすぎちゃうと、上がりすぎちゃうんで、ちょっと指1本半分ぐらいちょっと進んでいくね。慣れない時はちょっと指1本ずつ進んでてください。ブロッキング次のタイプの時で、真ん中でまずこっちに立って、で、下のガイド見えるよね。下のガイド見える。ここに、今ここで切ったんで、ほんのちょっと指を上げて。絶対に上げすぎちゃうと失敗します。常にこう、カットする場所が動くので、今こう3段4段5段ぐらいで進んでいくけど、もうちょっと多くちょっと取ってみてください。同じようにこの正面に立って、さっきよりも気持ちいいわけで、上げなくても、基本的に指上げなくても、もともと上げてなかったんだけど、指を極端にこう上げていかなくても、まあ、分かると思うんだけど、ワンデン切って上がっちゃうじゃん、その時グラって入っちゃうので、ほぼ同じところで切っててもいいんですけど、気持ち、イメージ的には少しこう指を気持ち上げるような感じでお願いします。で、最後正面で立って、いや、これもあれだからね、本当はいろんなやり方があるからね、いろんなやり方があって、これも直接横で切っちゃってるけど、横で切るとラインが出るんで、この後のセニングはすごく難しくなるんですよ。うん、で、最近俺は斜めで切ってるんだけど、斜めで切ると割とそれ緩やか。だけど、まあ、溜まってるって必ずセニングは必要になるんで。で、ここまで。はい。で、そしたらここをつなげます。で、つなげ方なんですけど、まず最初にアウトラン。襟足の場所をまず決めますね。ここほら丸くなってるの分かるでしょ。くってこう入ってくるんです。
で、まず襟足のラインを決めます。この辺りかなっていうところ、まあ、これはもう自分で2ミリの位置で決めてください。裏で切ってきたところと今ワンレンでバチってきたところで角が出ますね。その角をつなげます。でどういうふうにつなげるかっていうと、こういうふうに斜め縦からこう斜め真ん中でどけておいて、ちょっとこれでライン見るとかね、こう縦にこう出すと、アウトラインの一番下に下、一番下、ここに向かってつなげます。角を残したりとか丸みを残したりとかじゃなくて、で今こうやって通ったんで、そのまま横に進みます。ちょっとこういうふうに放射状になってる、こことこうですね、この一番下をで、だんだん横になってくるので、こうやって横になってくるので、横になってきたら、ちょっと出っ張ってるところを切るぐらいで、で最後、最後横切っちゃったら早いかな、ここ切ろう先。そうすると、こういうラインに入ってきて、ごめん、ちょっと修正、先に横切ります。横は、こっちから見ることなんだけど、ここのここもそう、これ同じようにここの角度に合わせてブロッキングを取ります。でサイドも何段って別に決めないので、1本2本だと広いと思うんで、1本1本半額でとこ進んでる、ここの角度で下ろして、この角度でつなげていきます。これこっちじゃなくていいですよ。このまま下へ、ちょっとサボりますよ。同じように、先に最後つなげてからバックのセンターつなげてください。ここはほぼワンレンです。これ上がっちゃうと、上がれば上がるほど これが短くなるので、ここにこうカックンが出るので、フェースラインに行けば行くほどワンレンの状態、これですね、はい、で下をつなげます。ここからこの子と後ろつなげます。だんだん横にスライスが変わってきて、出てくるところをちょっとチェック、そこで共有したらレイヤーが入ったので、置
ういう感じに、うん、なるんです。でそうすると今度後ろで切って前で切ってるんで、ここに厚みが出るんですよ、はい、この位置に。でこれをチェックします。で耳のこの地上部のところ、角のところから45度に取っていただいて、で、これダウン、これ90度、これも正面だって、これ90度、これ0度、この真ん中ぐらい、45度ぐらい、はい、で出てきたところをチェックして、次のところのもをもらって、ちょっと出てくるんですよ、こうやってほんのちょっともらって、こういうとこですね。でこっち、これ間にサイドごめん先に切って、はい、ちょっとこれバンってすぐ出てきたよね。手を切り終わりました。そしたら耳のこれ二乗部で取るところ、ここに向かって45度でちょっと下の取って、でここがここの正面に立って、ここ0、ここ90度、ここ真ん中ぐらいで出てくる直毛をカットしていきます。おはようございます。出てくる直毛をカットします。この辺から結構出てくる。後ろ目に合わせた方がいいかも。これ全然違うんですよ、さっきと。この感じが変わってくる。今のここだっけ。そしたら右と左でこうやって切ってるんで、角が出るじゃないですか。その角をまずフェースラインには、ここで張ってるところを、こんな出てこないですね。これ、左右長さ違うんで、出てくる。チェックしたら、このまま、そっちの瓶で、ここに分けて、トップの出っ張っているところだけ、ここだけ。そんなに出てこないかもしれない、自分でやると。ここに。で、これも前に下がってるんで、こう前にこうやっちゃうとどんどん切れちゃうんで、ちょっと後ろに右耳の感じで。できるよね。多分ここから直すと思うんだけど。で、最後。ここの、表面の、この落ちてくるところをちょっと切るんですけど。かなり上に上がってくるようになって、バックカードして指1本半ぐらいのスライスで取ります。角合わせるときにどこに出てくるかなっていう、横に真横に線があることが一番大事です。
スの放射線上に進んでいって、足が全部こうやって、イヤーツイヤーのところぐらいまで、イヤーツイヤーのところぐらいまではオンベースで進むんですけど、ここからはこっちに寄せてきてください、こうやって。だから、引かないで。これでもう意味わかる。前の長さ残すため。ここで、角の合わせた時に横見て、本当角だけでいいんだよ。このくらい、こんな感じだなっていうのを見てから、ここで合わせたら、しっかり手繰り寄せて、下まっすぐ進んでいって、こういうふうに上がると、あとはここに合わせて、下の方が前に上がっちゃうから、まっすぐ。で、入れるじゃん。入れたら、でしょ、ここしっかりこう上げる。で、最後。で、まっすぐ行って、ちょっとだけ上げる。そうすると脇線そんなに前に出てこない。みんなちょっと的に。じゃあ、そう後ろ合わせね。合わせなくてもね大丈夫。この下の形をしっかり入ってさえ出れば。どうやって変な仕掛け作っちゃうと思っちゃうんだよ。で、終了。スピード、インナーチェックション。サイドもインナーチェックション。バックのインナーチェックはないので。よし、まとめよう。ここで終了です。最後はセンターで綺麗にコーミングして終わりました。待てです。繋げたけど、まあ、全部こうやってこうやって繋げてもいいわけですよ。まずはこの形を作るためにご理解してほしいのが、ここの部分が上の長さと下の長さが同じこういうカットがされてて、でその上はグラになっててっていうカットがされると、ここがこうくびれてしまいます。で逆にこの一番下の部分がから一番下のこの部分からこうグラになって、その上もグラの場合にはこう丸みの、ここで終わるわけですよ。こう丸みのスタイルです。こういう丸いグラデーションになる。レイヤーが入るとこうくびれが入って、この課題はくびれる課題っていうことですね。まとめましょうか。はい、人頭でいうと出っ張ってる部分なんだけど、ウィッグにはないので、耳のこの耳上部のところにもちょっと下ぐらいからまず止めます。でこれ最後切ります。でその時に少しこうハの字、前下がりのラインでブロッキングを取ります。ハの字で、そしたら下止めて、ハの字の状態なんだけども、ここの板状じゃなくて正面に立った状態でくびれる位置を想像してカット。で、上のロッキングも同じところよりも気持ち上がるようなイメージ。指一本ずつ、一本一点、一本ずつ進んでって、こっちとこっち同じ。で、次、コーミングした感じでこの前下がりのラインが出てくるので、そのラインに合わせてこれがヒートじゃないと一番最後にすごい響いてきたよ。下にコーミングする、こっちじゃなくて、でライン合わせていって、指1本分
こかもしれない。今週はここを添えて、ここは指を上げない、うん、で左右同じ、あんまり違和感を入れてきたら、そしたら次にバックセンター真ん中で分けて、シワは取っておかないと、まず縦からシワシワしちゃうからね、うん、グラデーションの部分と、そうだね、私はいつも これ以上下げたくないから押さえていこう、こうだんだん横になって、指が上がれば上がるほど取れてしまうので、カットして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 、そこから見た時にめちゃくちゃ、そしたら2本もつなげて、インナーチェック、上げた後に、下げたっていうことは後ろ上がってるかな、ちゃんとこれ絶対にする、0度、40度、90度、真ん中だけ、ここに出してきて、このちょうげをカット、ここのシワが、あれはそう、それはね、カット、ここまで、うん、でもこれはしょうがないから、同じようにやったら、こっちだったら残ればいいんだけど、こっちだったらしょうがないから、そしたら、こっちから、から6点の山をカット、後ろに引き切りにしてフェースラインまでカット、そしたらここからここから、このシワシワはもう脇でシワシワにしとくか、だって前に回しちゃったら結局前にこっちまで引いてツヤのところまではオンベース、でそこからはフェースライン全部そこに合わせてカットをカット、こっちもこれで、ここら辺ってさ、手首がこうあったら出てきちゃうじゃん、うん、だからあんまりいじらない方がいいんだけど、これはね手数多そうだけど、そうでもない、もし私がここで直すことするのであれば、15分だっけ、この人はだ、まあまあ早くやんないと、まあまあ早くやんないと間に合わない人です、でこっちで立つと、一応ね、ベースの数だね、これ、うん、はい、これはね、カットしてて面白いスタイルなんで、多分、ただね、ちょっとね、短くないとできないから。